ゲーム感覚でやると楽しく学べると思うんで。はい、皆さんこんにちは、キラスチャンネルみです。今回はまたね、ジュニアと来てもらって、この間の、まあ、ティーバッティング各方向で練習したやつの、まあ、試合をね、ちょっとやってみたいと思いますんで。まあ、まずセンター、レフト、ライト、ね、表裏でやって10球ずつで何球入るか、はい、何球枠当たるかっていうところですね。まあ、まあ基本的にはあの丸の枠に入れた数で今回勝負しようかなと思うん で、まあ、こういうゲーム感覚でやるとやっぱり楽しく学べると思うんで、基本的には練習した後にこういう試合形式というか、こうゲーム性のあるものでやってほしいなと。じゃあ、高校で、はい、よろしくお願いします。じゃあ、僕先行で、はい。前はこういうキックだから、そうですね。この辺はね、もううまく調整してください。立つ位置はまあ、大体。お前のやつ思い出してる。いいね。するとき のいいところっていうか、まあ、2ポイントなんですけども、センターとかライトとか、レフトに打ち分ける、やっぱりその打球方向っていうのが分かるので、ゴロになったかフライになったかライナーになったかとか、まあ、それを自分がどのポイントで打ったらいいかっていうのが確認できるので、スピードの分こうここで捉えたと思っても打ち出してくる方向に向かってきてるので、多少そのズレとかも出ると思うんですけど、まあ、こう T のポイントでね、コキピーのポイントでしっかり自分の打席の位置、どのコースでどのポイントで打つと打球方向がここに立っていくと、ここに強いボールが打つ、ライナー線の打球がいくとか、ゴロが必ず打つとかっていうのを、確認していくと面白いかなと思います。やべやべ。では行かせていただきます。では行ってジュニアと一緒のレガシー実機中何もないかな。いきます。低い下げていきます。はい、2球目。はい、3球目。打球上がらんぞ、これ。おーい、しました、今5球目。海、はい、10球中3球、はい、インということで、まあ、3割キープですわ、はい、いきます。はい、順位です。まあ、3本以上打たないといかないんですけど、まあ、高校のプレッシャーみたいなのがね、後攻めのプレッシャーだと思う。1球目ー怪しいなー。 OK。 1球目ブブー、やばいやばい言うてた、あかん。3球いきます。あー、 3、3の1、 4の1、はい、お気に入っても一緒です。お、なんかもなんか変に書いてきたよ。8の1。え、入りました。入ってるよ。え、違う、枠外やったよ。まあ、9の2。先生できました。10の3と9の2。あ、10の2。一本差です。はい、じゃあ次。どっち選ばしたのは。次、レフトへ。レフトへ。だからこっちね。はい。僕先行なんで、さっき言ってますけど。まあ、ここもいただきたいなと。このセットもいただきたいなと思います。いや、負けやすい。はい、4本は行きたい。いきます。
ロッキーウェイ。あやばいぞ。ロッキーウェイ。出てる。では入りました。七球目。おー引っ張り。じゃあ引っ張りで。30の9なの、約3割です。約3割、当たらないのかな。いきます。1球目。はい、ちょっとすごいな、当てにいってるね。この試合で使えへんバッティングをしてます。あ2-0。あやばい、4-0。僕が30の10っす。負けたんで、面白いことはできない。こういう遊び感覚で、ゲーム感覚でやると、こうユーモアあふれるこう思考になったりしやすいから、あのいろいろ工夫してあのできると思うんで、楽しかった。はい、楽しかったです。そうやんな、こういうの子供めちゃめちゃ好きなんで、こういうので、ね、バッティング練習してレベルアップしていく方法をね、あのまた他のやり方もあったり、こんなんありますよって言ったら、もしメンズなんで欲しいぐらいですね。このチャンネルでは多くの方の野球のレベルアップにつながる動画を配信していきますので、チャンネル登録、いいねボタン、またね、コメント欄より、動画の感想など、コメントいただければ嬉しいです。ありがとうございました。ありがとうございました。